内容を紹介していくわね。次はいよいよお待ちかねのライブ映像。チャンネルはそのまま、音量のボリュームと画面設定は最大で、なんてね。どれもみんなミューズの全力を出し切った曲ばかりだから、ぜひぜひ楽しみにしててちょうだい。みんなニコたちに会えなくて寂しかった。ニコはとっても寂しかった。ニコだからニコたちもみんなに歌やパフォーマンスをなんとか見てもらえないかって考えて、今回も配信ライブをすることにしたの。 PV のコメントを読むたび、ニコも早くみんなに会いたいって思ってたから、だからいつもとは違う形でもこうやってみんなにライブを見てもらえることができて本当に嬉しいの。どんな形でもニコの可愛さは変わらない。ニコ、それじゃあミューズのとっておきの新曲の数々目いっぱい楽しんでいってね。この歌で画面の向こうにいるみんなを絶対笑顔にしてみせるんだから、いくわよー。